おとんおかんごめん部屋がどんどん狭くなっていきよるかもしれん。わりわり愛してる愛してる、ただ伝えたいだけなんだ。皆さんこんにちは、渡辺りおじございます。さてバチバチですね、最近もうすごい洋服を紹介しているんですけれども、今回紹介するのは古着屋さんをちょっとまた立ち寄ってで買っちゃったんですよ。それを今日は皆さんに紹介していこうかなと思います。早速いきましょう。一つ目はこちらです。こちらのセーターですね、メイドインイングランドのセーターなんですけど、これねむっちゃ可愛いって思って、この襟がね太いのがすごく好きで、であとこの縦のラインがすごく綺麗で買っちゃいました。じゃあもう一ついきましょう。もう一つはこちら、帽子です。モフモフの帽子が可愛くて、しかもこのセーターとの相性がいい気がするんですよ。下げて使ってもいいんですけど、俺はこっちの方がちょっと好きかな。あ、よいしょ、一緒に座ってみました。で、セーターもう本当にね、即決やったんよ。この帽子がね、2色あったった。これと、もう一つ、ちょっと濃いめの、どっちの色か、いいか、わからなくて、比べてみたいなって思ってね。薄めのデニムジャケットを持っとうけん、濃いめの方がいいかな、浅めの方がいいかなって思って、とりあえずこれ、ちょっと着てみようって見て、羽織ることってあるやんか。でも、本当にね、試着って、ダメなのよ。羽織ったら欲しくなっちゃうんだから。綺麗に前振りできたやろ。っていうわけで3つ目はこちらです。よいしょ、ビッグマックのジャケットですねデニムジャケット、オーバーサイズなんですけど、なんかいいなって思ってしまって、人によってはもうむちゃくちゃ汚いっていうかもしれんけど、このね雑さ、こういうね粗い感じ、本当にむちゃくちゃ何年も何年も着ていかないとできないぐらいのダメージがすごくなんか途中で愛おしくなってきてしまいましてこいつ愛おしいっちゃけどと思って、ワークショップというかそういう作業場とかで着てたであろうこのヴィンテージ感が超好みで、70年代とかのビッグマックのやつだと思います店員さんが言ってて、面白いのがこの襟元端っこしかないとコーディロイになったところが、普通その襟全部とかやん、でもこの端っこだけみたいな、そのこういうちっちゃいところが好きったい、それ珍しくないっていう意見。古着って好きったい以上。洋服がたまりにたまりまくってますけど、でもなんかまあちょっと 着なくなったら、あの親父に家実家に送って親父に来てもらったりとか、あと俺が実家に帰ってもあのいつでも洋服あるみたいな、そのもうトランクからでもいけるぐらいのレベルで送ってたりはするので、おとんおかんごめん部屋がどんどん狭くなっていきよるかもしれないわりわりはい、というわけでございまして、本日も動画を見てくださいまして誠にありがとうございました。もしいいなと思っていただけましたら、高評価とチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。次回はフリマに行ってきまして、でフリマで買った購入品を皆様にご紹介させていただきたいなと思います。また次回お会いしましょう。グッバイさん、再見、アディオス、バイバーイ。